クリフトンのケアリー男爵ジョージ・レオナード・ケアリーは、ライトリバードとライトオナラブルの継承を持ち、1991年から2002年まで、第103代カンタベリー大主教を務めた人物である。ケアリーが大主教の時代に、イングランド国教会は女性主催の助任を認めた。また、同教会内で同性愛者問題が表面化したのも、この時期である。 1998年のランウェス会議で、同性愛を聖書に反する行為として廃する決議を、ケアリーは支持した。この決議は、現在、同性愛問題における、イングランド国境界内の亀裂をもたらした一、要因である。ジョージ・ケアリーは、ロンドンのイーストエンドで生まれた。小学校の能力試験に失敗し、15歳でそこを、離れるまでバーキンのセカンダリーモダンスクールに編入と、 なった。彼はロンドン電気局で事務員として働き、その後18歳でイギリス空軍の徴兵のためイラクで軍部に着いた。ケアリーがキリスト教徒になったのは17歳の時であった。それは友人と教会に行った時である。私の会心の体験はとても現実的なものでした。 まばゆい光はありませんでしたが、単に静かな確信の中で私は何かを見つけましたと、後に語っている。兵役期間中に、聖職者になる決心をし、軍を除籍後に熱心に勉強して、大学入学資格試験で15ヶ月のうちに6つの、かと3つの優を取り、その後キングスカレッジロンドンに入学した。1962年に、進学士の学位を得て卒業し、 生殖暗衆を受けた。ケアリーはイスリントンの聖マリア教会の副牧師となり、オークヒル神学カレッジとノッティンガムの聖イヨハネカレッジに勤務した。それから1 9 7五年にダラムの聖ニコラス教会で教区牧師となった。二年のうちに彼の教会の信徒は三倍となった。彼は後にこの経験に基づき、ザチャーチー・イン・ザ・マーケット・プレイスという本を表した。 1982年に、ブリストルのトリニティカレッジの学長に任命され、1988年には、バーストエールズの主教に任命された。そして1991年4月19日、第103代カンタベリー大主教座に着座した。ケアリーが引退を2002年10月31日まで伸ばしたのは、女王エリザベス2世が即位50周年祝賀式の後まで留まるように、 要請したからだと報じられている。ジョージ・ケアリーはイングランド国境会内の福音主義部門のメンバーである。彼は女性の除会を強く支持し、反対者に対しては異端であると非難さえした。彼は聖職者による同性愛行為に反対したが、その後、同性の愛人がいることが疑われていた二人を司教に暗視を授けたことを認めた。 彼は1998年のランベス会議の議長を務め、すべての同性愛行為を聖書と相入れないと徹底的に否定する決議を指示した。しかし、結婚とは呼ばれない、教会の祝福を受けない、教会外における同性愛行為に対しては支持を続けている。大主教として、ケアリーは多宗教との交流も活発であった。イスラム教とは、 より深い対話を呼びかけ、関係改善のために奔走した。その一方、2004年3月25日に、彼はイスラム諸国における民主主義の欠如と現代にそぐわない協議の故事を強く非難した。彼はコーランの学術研究の未熟さを批判し、また平和を望むイスラム教徒は、イスラム過激派による政治社会の支配に対して強く抵抗しなくてはいけないと語った。 つまり、イスラム教徒の大半は過激派を支持していないが、かといって過激派を非難することはなく、それを批判したのである。この声明はイスラムに対する、あからさまな攻撃として広く翻訳された。しかし、ケアリーは後に弁明し、私の説教を読んで問題視する人々は、私が西側のキリスト教についても批判的であることや、同じように、 パレスチナ問題に対するイスラエルの政策に対しても批判的であることを気づくことでしょうと語った。ケアリーは回雇録を出版した最初のカンタベリー大主教である。このノーザ・トゥルースの中では英国王室についての話やチャールズ皇太子とカミラ・パーカー・ボールズとの個人的な会談について詳細に語っている。その中で彼は二人に結婚を進めたことを書いているが、 この意外な事実は広く批判の対象となった。ありがとうございます。